こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないというとき、すぐに見返せるようにぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日は沖縄の拝みは詫びから始まるっていうことで、ちょっと解説をしていきたいと思います。なぜかっていうところをまず話をする前に、ちょっと用語の解説を。不足っていう言葉が拝みにはよくね聞きますけど、この不足、なんかね、たたりって言ったりとか悪いことって言ったり表現する人がいるんですけど、それもニュアンス的には間違ってないけど、本質的には間違ってるかなっていうか、ちょっと違う、なんかニュアンスが違うなっていうのを私は感じていて、不足っていうのが何かって言ったら、先祖からの知らせ。これもまた難しいよね。先祖からの知らせっていうのは何かって言ったら、先祖、これ先祖っていうのは自分の親だけじゃなくて、その上とか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 のずっと、要は自分を形成するために一人としてかけては自分ができないじゃないですか。その上ずっとって考えてください。先祖っていうのは自分を作るために存在したずっとずっと上をたどる人々っていう意味で捉えたらいいかなと。で、この先祖からの知らせっていうのが何かって言ったら、要は不足っていうのは先祖ができなかったこと、またはやってこなかったことっていう風に捉えるとイメージがしやすいかなと。で、この不足の解消の仕方、不足を解消する。解消するのは、生きてる人しかできないっていう前提があります。で、生きてる人しかできないので、先祖、もう例えば、すごい10代上のおじいちゃんとかがやってなかったことっていうのが、本当はこの10代上のおじいちゃんのその下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 の、この間に、私とこの10代上のおじいちゃんの間にいる人たちが本来は解消するべきだったんですけど、この人たちも気づかないとか無視してとかやらなかったとかって言って、今に至ってる場合って、この10代分の不足っていうのが私に山積みになってるわけですよ。で、解消は生きてる人しかできないから、例えば私のお父さんがやりました。だけど、お父さんが亡くなってしまったら私に来るわけですよ。まあ、お長男とかに来るんですけどね。で、その生きてる人がしかできないってことは、生きてるうちに気がつかないとできないってことですよね。できない。これ当たり前ですよね。生きてる人しかできない。じゃあ私が生きてるうちに気がつかないとできない。亡くなってあの世に行って気づいても遅いってことですよね。なので、生きてるうちに気づかないとできないよって言って、この生きてるうちに気づかないといけないから、一生懸命気づかせたいから、知らせとして不足として知らせる。例えばちょっと、怪我が多かったりとか、何かうまくいかなかったりとか、しょっちゅうなんか病気とか事故とかやってるとか、なんかずっと離婚してるとか、こういうのはこの不足、知らせっていう場合があります。なので、いや、たまたまだよっていう人もいるんですけど、たまたまの部分も何パーセントかはあると思うんですけど、この知らせの部分っていうのも一つ、念頭に置いておくと、ちょっといいんじゃないかなというか、わかりやすいというか、解説しやすいというか、ああ、これだからねって、そしたら解消方法がわかれば、なんかうまくいくんかな、みたいなのが、ちょっと見えてくる場合もあるよっていうだけですね。で、これ、この話、だから、不足っていうのはなくなることがないんですね。不足は、なくなることがない。なくなることはない。なんでかって、何百年も前のことからの不足だから。なくなることはないけど、少なくすることはできる。
って考えたらいいかなと思います。で、この不足っていう言葉とか知らせっていう言葉がもう大嫌いっていう人もいるんですよ。で、要は先祖が私たちにそんな、なんていうの、マイナスなこと、要は交通事故したりとか病気したりとか何か起こったりとかってするわけがないと。で、私が亡くなって先祖として仏壇に入るんだったら自分の子孫、子や孫にはこんなことしないっていう人がいるんですけど、それは今生きてる時の感情であって、亡くなった時に、この先祖からの知らせって言うんですけど、実際この苦しんでいる先祖を見て、助けてほしいというメッセージを神様が送ってるって言われてます。だから先祖から直接じゃなくて、目の前に苦しんでいる人がいたら、私たちでも今例えば目の前に倒れてる人とか苦しそうな人がいたら、自分だけでは助けられない。自分が助けられないから、誰か助けてくださいって声を出しますよね。それを神様がやってるっていうイメージですね。なので、その苦しんでいる先祖を見て助けてほしいっていうメッセージを神様が私たちに送ってると。で、生きてる人たちが気づかないとか、拒否、やらないよって言ってる人もいるんですけど、それを知らせが来るっても言われてます。でもこれを関係ないよ、私たち今幸せなのにっていう人もいますよね。で、それはそれで私いいと思ってます。でも、この沖縄の拝みの考え方としては、自分たちは今幸せだよ、何にも問題ないよっていう人は、気がついてないだけとか、まだ大きな知らせになっていないだけ。っていう風に言われてます。あとは不足がそこまで大きくない。少なく、上の人たちが頑張って少なくしてたと。で、少しずつ上の人たちが解消していったから、自分がその、この不足の解消をやらなければ、自分の分の不足は子や孫に行くっていう考え方ですよね。で、そんなの関係ないよっていう人もいるんですけど、もうそんなの関係ないって思う人は別にこんな動画見なくてもいいし、なんかそういう人たちのところに別に交わらなくていいと思います。やらなければいいだけだと思います。で、ユタとかに、この不足があるよって言って、脅されてるんだよとか、悪いことが起こるよとか、なんか強い口調で言われた、怖いんだよっていう人も、いっぱい相談受けます。で、もしかしたらそういう場合もあるかもしれない。で、そのユタが正しいかどうかは、正直誰にもわからないです。そのユタさえもわからないと思います。なぜならユタも、聞こえたこと、見えたこと、感じることをその人に伝えているだけで、それが正しいかどうかっていうのは、分かってない人もいるし、分かってる人もいるかもしれないですけど、結局決めるのは自分だと思うんですね。で、ユタは正しいと思ってるから伝えてるっていう。例えば私たちもこれって、こういうことってあるかもねって思ってるから伝えてる。思ってなかったらそもそもこんな動画とか作らないですよね。なので、じゃあなんでこの不足があるっていう前提、で、拝みをする、手を合わせる、仏壇に手を合わせる、日の川に手を合わせるってなったら、詫びから始まるんですね。要は、できてないことがいっぱいあるっていう前提です。できてないこと、ある。これは、大小に関わらずですね。できてないことがあるっていう前提です。で、そしたら何かって言ったら、沖縄の拝みは詫びから始まるっていうのは、例えば先祖に手を合わせるときも、自分ができてなくてすいませんっていうふうに必ず言う。できてないこともあるかもしれないですけど、その時は補ってくださいねって言ったりとか。で、この詫びの心を忘れてしまって、私は全部できてるよ、先祖のことできてる、これで完璧って思う部分も大切だけれども、詫びる部分っていうのもちゃんと持っておかないといけないよっていうのが沖縄の拝みの基本なんですね。なので、できてないことがあるっていうのがもう前提です。絶対、もう条件みたいなもんだね。絶対条件みたいなもん。なので、仏壇に手合わせるとき、日向川に合わせるとき、例えば、産川行ったり、村上行ったり、今からね、もう新年迎えますけど、この新年があるときっていう、何か拝みをするときには、今日こっちに、来ましたって言って手合わせますよね。どこどこの住所、どこどこの誰々の誰々、私誰々ですって紹介して、今日来ましたと。で、もしかしたら向こうからしたら、もう私が来てる順番が間違ってるかもしれないさ。来る時期が間違ってるかもしれないさ。もうそこは謙虚に、今日
気になってこちらに来たんですけど、もし間違ってることがあったらすいませんって言って、まずはすみません、申し訳ありませんって言って謝って、お詫びを必ず入れることで何が起こるかって言ったら、要はこちらが謙虚になることで、向こうもスピードをゆっくり伝えてくれるっていう部分もあったりするみたいなんですね。なので、私もあのように言ったことないし、私も別に神様ではないので、そこら辺をちょっと難しくてわからないんですけど、この詫びから始まるっていうのを少し頭に入れておくと、この手合わせるときとか、不足の話するときとか、いろんな動画見るときとかっていうのも全然違ってくると思うので、ぜひ沖縄の拝みは詫びから始まるっていうのを頭にちょっと置いててください。端っこのところでいいと思います。で、この不足っていうのは先祖からの知らせだよっていうのと、この先祖からの知らせ、不足っていうのはなくなることはないけど少なくすることはできる。どうやって少なくするのって言ったら、今自分ができることを少しずつやっていく。心をそこに向けるとかっていうのが大切じゃないかなと思います。全部100点でね、沖縄の行事も全部完璧にやって、重箱も全部手作りして、全部一人で準備して、全部完璧にやって、片付けまで終わって、はい、完璧ってやるのが100点かって言ったら、またそうじゃないかもしれないし、自分でここまでやったよって褒めるのは OK なんですよ。だけど、そこに、なんていうの、威張らず、おごらず、みたいな感じのイメージかな。常に謙虚に謙虚にっていう風にやっていけば、なんかうまく回っていくんじゃないかなと思うので、ぜひそういうのも試してみてください。ちょっと、難しいというか、このニュアンスを伝える、なんか1たす1は2だよ、みたいな解説ではないので、ちょっと難しい部分もあったかもしれないですけど、何回か、見直してると、この意味が不足とか知らせとかっていうのが分かってくると思うので、それを元にして詫びから始まるんだよっていうのをちょっと頭にすり込んでおいてください。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。